スマイル君、おはようございます。ご飯食べましたか？食べてないですね。また父さんがやらにゃ食わんのか？ほれ。食うんじゃんか、お前。ここにあるので食べてみよ、俺。で、今日はね、ちょっとチンゲン菜の葉っぱを洗って持ってきたよ。おい。あれ？よっしゃ。よっしゃー、食べたー。お、調子いいじゃんか、スマイル。おい、ハッピーじゃなかった。おい、スマイル君、調子ええじゃん。バリバリ食うじゃん。チンゲン菜。はい、これもバリバリ食うて。よし、おい、特技食ってくれる？ほいじゃ。いいね。そうか、ちぎれんのか。いい食べっぷりじゃ。うまいじゃろ。どうやスマイル、チンゲン菜うまいじゃろ。よっしゃ、スマイルのためにも。チンゲン菜、まだまだ作って頑張るかい。はい、皆さんおはようございます。今日はね、朝からリクガメのヘルマン、東ヘルマンリクガメのスマイル君がね、ついにチンゲン菜を食べてくれましたよ。バリバリ、しかもバリバリ食うとりましたからね。ちょっとまああれ、もうドロドロのやつをね、持って帰って葉っぱのところをちょっと洗ってやったんですけども、本当はね、もっとプリプリの、まあプリプリとも芯のこう白い方の硬い方はどうも食べないみたいなんですが、まあね、もっとこう生い茂った、美味しい、まあ今のもまあ当然全然食べれますけども、もっとこういいやつをね、今から復活してね、スマイル君にも食べてほしいですし、もちろん皆さんのところにもね、復活したチンゲン菜をできるだけ早くお届け、したいと思いまして、今日はね、今日も朝からリクガメの、何回も言いますけども、東ヘルマンリクガメのスマイル君にね、元気づけられまして、今日もね、ただただ草刈りと片付けと言っても、まあ中の方はまだできないんですけども、周りの片付けということになりそうです。まあそれと若干一部、それは前か、また明日の動画にでもしようかなと思いますが、ちょっと午前中またこうある会社との インタビューといいますか、まあお話といいますか、ちょっとありまして、それまた後日お届けできればなと思いますが、まあ今日もとりあえずね、元気を出して参りましょうということで、そんな今日は2021年8月の、8月の19日でございます。それでは今日も張り切ってハッピーチゲサイ。はい、ということでね、今日はまあ天気も、まあ、晴れということではないですが、まあ、曇りたりちょっと晴れが出たりということで、まあ今日もね、相変わらずちょこちょこしたことと草刈りとぐらいしかあれなんですけども、
昨日ですね、罹災証明を取りに行ったので、その時の様子を、まあ、見ていただいて、罹災証明ねまだ取ってない方は、今後ね保険や被害に遭われた方でね、罹災証明まだ取ってない方は、今後の保険やいろいろな対応の時にね必要になることがあると思うので、まあ、一応どんな状況でも、うちはどうかなという方でも、一応罹災証明はね取られてみてはいかがでしょうかということで、少しでも何らかの参考になればと思ってね、その時の様子をちょっとご覧ください。はい、今回は罹災証明をね取りにちょっと市役所の方までやってきました。今から多分簡単な手続きで済むと思うんでね、ちゃちゃっとやって、罹災証明を発行してもらおうと思います。すいません、再証明をお願いします。ありがとうございます。ちょっと映らんので、この手続きだけ動画撮らせてもらってもいいですか。やり方をちょっと、はいはい、他の人にシェアする。うん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 。これ書きますよ。これを書いてもらいますよ。はい。はい。はい、罹災証明窓口があるので、うんはい、そこで写真を提出して、罹災証明交付。交付申請書を書きます。はい、ということでね、一応罹災証明、そうですね、賞味20分、まあ自分の前に誰もいなかったんで、まあここのうちの場合ですけども、よその地区で、まあその他いろいろ時間帯や人の人数の多さ少なさで時間は変わってくるかと思いますが、僕の場合は来た段階で誰も順番待ちといなくて、すっと座って、まあ、いろいろ申請書を書きまして、で写真を提出しまして、まあ、20分ぐらいで、罹災証明出していただきました。はい、こんな感じね。こっから下はちょっと、まあ住所と出てるんであれなんですけども、罹災証明ということで、まあこれがね、今後の、まあ、保険やもろもろ等に、まあ必要な場面があるかどうか分かりませんが、一応取っておけばね、何らかの時に必要、さっと出せるんで、時間がある時に取っておきましたということで、罹災証明の取得の仕方ということで お届けしました。はい、ということでね、罹災証明、簡単に取れますのでね、まだ取ってない方はね、ぜひ早めに、取っておくことをお勧めします。まあ、いつどんな形でね必要になるかはわからないのでね、保険等々必要な場面があるかと思いますので、ただ写真をね、僕がこういろいろ申請して待ってる間も何人か来られて、スマホで写真撮っとるんじゃけどとか、動画があるんじゃけどとか、これ見てもらってとかって言って持ってこられる方が何、2、3人おられましたけども、やはり全部写真にプリントアウトして、 できればその浸水なら浸水のした時の写真と、まあもう引いた後なら、浸水の跡がね、壁なんかに跡があると思うんで、そこが分かりやすく写すとかで、そのメジャーかなんか持ってね、どれぐらい浸水したか、特に
あの住居の場合なんかの保険、なんかはあの床上浸水の何十センチ以上とかであの保険金出る出ないでえらい変わってくると思いますんでね、あのしっかりね、何十センチ浸水したかというのを分かりやすく写真撮ってプリントアウトしてから持っていかれることをお勧めしますということで、本当まああっという間にできるんでね、何もその申請書類も難しいこと書くところないので、住所と名前と、そしてまあその理由も何月何日の大雨によると、それだけでいいので、はい、ぜひということで、罹災証明の取り方というか、まあ僕が取りに行ってきましたということでございました。はい、そんなこんなで今日も一日まあ、草を刈り、もろもろの用事をしたり買ったり用事をしたりいろいろとまあちょこまかちょこまかしながら、あまあ結局今日も思った予定通り思ったような面積は草刈れませんでしたけども、まあぼちぼちやっていこうと思います。まあでも今日は雨も降らずね、ぼちぼちこの天気も晴れたり曇ったりの中仕事したんでね、いい汗かけて、今日は一杯夜の一杯美味しいんじゃないかと思います。でまあ日を追うごとにね、ほんとこの近辺この周辺とかあの僕の農業の仲間たちのね、そのひどい状況を聞きますと、あの僕より本当ひどいことになっとる仲間がたくさんおるんでね、まあ、全国にもいろいろおられると思いますが、ぜひ気を落とさずにね、一緒に頑張っていきましょう。なんとかなりますよ、ほんまなんとかなるね。昭和のおっさんパワー見せつけたりましょうや。まあ若い人もおるかもしれませんけどもね、若い人も若い人のパワーで乗り切れますよ。まだまだクソくらいいうことでね、やったりましょうやね、頑張っていきましょうということで今日はこの辺で終わりにしときたいと思います。それでは皆さんまた明日、ハッピーチゲンサイ。もうちょい買っとくか。